Yeah.
ええ。まさか、こんな女が今世間を騒がせている連続殺人事件の犯人だったとはな。どうして柴田組の関係者ばかりを狙ったんだ？仕方なかったんです。1億なんて用意できると思わなかったから。ん？何おかしなこと言ってるんだ。なるほど、なかなかいい女だ。これなら男は色仕掛けに引っかかるってわけか。柴田組長、もういいでしょう。この女が柴田組の関係者を殺して回っていたことは確かです。殺してしまいましょう。私の方で始末しておきます。まあ待て、組長。俺はな、どうしてこの女がうちの連中を殺して回ったのか知りたいんだよ。それに、この女の色仕掛けがどこまでのもんか試してみたいもんじゃねえか。あんたはもう用済みだ。どういうことだ。荒い。心配しないでください。これも計画のうちなんですから。この女の仕事は終わってない。まだ必要なんですよ、我々にはね。我々だと？ええ、そうです。私と葛城さん、それにあと数名の協力者にとってね。お前、葛城の方に寝返ったのか。柴田さん、勘違いしないでください。私は花から柴田組と組んでいるつもりはない。最後に教えといてあげます。25年前の事件、葛城さんと手を組んでいたのはあんただ。そうですよね。あの事件、あんたは自分の出世のため葛城さんに手を貸した。でもそれ以来、あんたは事件の真相をネタに葛城さんに見返りを求めすぎた。葛城さんにとって今のあんたは邪魔者でしかない。それじゃ。警察だ、銃を捨てろ。くそ。しっかりしろ。25年前、上野義晴の襲撃事件を仕組んだのはあんたなのか。あの事件にはどんな裏があるんだ。おいおい、柴田、しっかりしろ。
近くに警察がいるみたいだな。今夜は外には出ない方がいい。この店は俺がアジトのように使ってる店だ。警察とはつながってない。安心しろ。どうして？ん？どうして私のことかくまうようなこと。この店特製ブレンドの中国茶だ。その辺の適当な茶とは味が違う。とりあえずそれでも飲んで落ち着け。あなた警察の人なんでしょ？そうだ。